こりゃすごい。ごついです。うんうんうん、いかつい、うん。もう早くつけたい。お、つける。他の機体にそう。そこにつけるんや。はい。おお。最終戦行きそうな感じ。いや、行きそう。ね、これから行ってくるぜみたいな。うんうん。ナナでーす。メイでーす。私たち、リンクルプラネットでーす。今回はこちら。13ミニッツミッションズ144/1オプションパーツセット10大型プロペラントタンクユニットを開封していきます。これって、うん、そのたくさんの機体にもつけられる、装着できるってことよね。うん。装着できます。おぉ。もうこんな大きいのつけてたらさ、うん、もうビューンってどこまでも飛んでいきそう。バイバイ。じゃあ早速開封していこう。はい、行きましょう。はい。じゃあせーの、ご開帳。お、お。はい、こんな感じです。うん。じゃあ早速ランナー並べていこうか。はい。リブラ。はい、ランナーを並べてみました。わ、どう？もうなんかさ、一個一個パーツめっちゃでかくなった、うん、大きい、大きいしさ、パーツも少ないけんさ、結構簡単に組めそうじゃない？確かに確かにね。もう早くつけたい。お、つける。他の機体にそう。じゃあつけてみましょう。あ、リブラ。組み立てたのがこちらです。メイちゃんに仕上げをしてもらおうと思います。はい、よし。手が前で、手がね、横につかない。ほうほう。おー、お、うんうん、はい、できた。完成しました。できたできた。想像以上のサイズ感ちょっとびっくりした、うん、大きいね。うん、うわ、いや迫力あるわね。うん、ちょっと横も見せた。うんうん、横の長さね、長すごいすごい。そしてこちらにアルト機を用意しました。用意したので、じゃあめいちゃんにつけてもらおうと思います。はい、任せてください。はいよし、ちょっとここにこれをつけまして、うん、そうですね。そこにつけるんや、うん、はい、つけます。うん、はい、おお、はい、できました。お、できたー。できました。すごいインパクトがあるわ。うん、もうね、本体とサイズ感がね、うん、すごい。うん、リブラ。そしてここに13ミニッツミッションズ144/1オプションパーツセット9大型ブースターユニットを用意しました。おお、え、もしやこれと、うん、お、お、そう、増設タンクとして組み立てられます。お、どうですか。お、できた。うん、お、さっきよりもさ、うん、迫力あるね。そう、さらにね、うん、サイズ感アップした感じ。うんうんうん、さらにね、はい、この2つをある時につけれるんです。これに、うん、めいちゃんつけてみて。頑張ります。お、はい、じゃーん、できました。できた。すごい大きいね。うん、びっくりした。めちゃめちゃ、なんかさらにさらにさ、うん、強くな、なんか強そうみたいな。そう、どん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 、うん、こりゃすごい。ごついです。うんうんうん、いかついです、うん。リブラ。はい、というわけで今回は13ミニッツミッションズ144/1オプションパーツセット10大型プロペラントタンクユニットを開封しました。はい、めいちゃん作ってみてどうだった？いや、もうね、もともとそのパーツが一つ一つ大きかったりして、うん、組み立ててこのサイズ感、いや、すごいよね。ここまでボリュームアップされるんだ、うんうん、さらにいろんなものと組み合わせれるっていう、うん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 、なんかね、最終戦行きそうな感じ。いや、行きそうね。これから行ってくるぜみたいな、うんうん、すごい、めっちゃかっこいいなって思いました、うん、かっこいい、かっこよかったはい、じゃあ今回の動画はここまでです。この動画が良かったなと思う方はぜひいいねボタンと、私たちとリンクした証、チャンネル登録をカチッと
よろしくお願いします。はい、ぜひまた次回も見てください。バイバイ。